はい、こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。えー、ということで,ですね、今回はこちらですね、えー、お金の勉強ということで、貯金のお話ということになります。はいえー、今回のこの動画ですね、えー、ご覧いただくと、えー、なんであなたがですね、えー、貯金のスキルを高めていかなければいけないのかとかですね、えー、その貯金のスキルの高め方はどうやっていくのかとかですね、そういったことが分かっていただけるかなと思いますので、最後までですね、ご覧になっていただければと思います。 はい、ということでですね、えー、早速始めていきたいと思いますが、えーまあ、お金の勉強って言いますと、ですね、まあ、幅広いと思うんですよね、えー、税金のお話とか、あとは、えー、投資とかね、あと、まあ、仕事でね、ビジネスで稼いでいくとかですね、えー、あとは節約なんていうのもあると思いますね、あと借金なんかもねその、そのお金の問題ですよね、お金のお話になってくると思います。ははい、でで、まあ、今回はですねこちらの 貯金のお話っていうのをメインにしていいきたなもまあまあいろいろあると思うんですが、えー、預金郵便局にね預金をしておくとかあとは、えーまあ、年金とかね保険とか、まあ、そういうのもあると思うんですね、まあ、さっきの投資で利回りっていうのもあると思いますねはいまあ保険っていうのもねあのー、早く死んじゃった時のための、まあ、ものになると思うんですねで年金っていうのは えー、長生きしちゃったとき、しちゃったっておかしいですね、長生きしたときのための、まあ、まあ、長生き保険みたいなもんですね、まあ、そう考えると分かりやすいかなと思います。はい、で、まあ、普通の人はですね、まあ、貯金が必要になってくると、必要になってくるというよりも必須ですというような、えー、ことがまあ言えると思うんですね、まあ、そこについてちょっとお話ししていきたいと思うんですが、えー、必ず来てしまう、避けられないのがですね、老後。 っていうのがあるんですよね必ず来ますよね老後っていうのは。でじゃあ老後っていうのはいつから老後なんだって話なんですけどもまあこれですね60歳と決めた場合ですね、まあ、人によって若干違うんですけども60歳と決めて80歳まで生きたとする場合ですね20年間あるわけなんですねこの20年間で、えーまあ、年間200万円必要になってくると仮定するとですね この20年間で4000万円必要になってくるわけなんですね。4000万。はい、えー。これはですね、どういうことかって言いますと、60歳までに4000万円のこの現金をですね、えー、現金にめどをつけておかないといけないということになってくるわけなんですね。はい。で、ここで貯金のスキルっていうのが必要になってくるわけなんですね。あ、ここでっていうのはあれですよ、60歳になってからではないですよ。えー、それまでに 4,000万必要なわけなんで、えー、それまでに貯金のスキルっていうのをつけておかなければいけないということなんですね、はい、で今4,000万って言いましたけどもこれはですね全てて貯貯金でででめるっていうわけではないんですね、えー、今年金っていうのはかけられてると思うんで、まあ、年金と合わせてですね、えー、4,000万作れるといいかなということなんですねはいでこの年金についてもですねこれ2つモデルがあるんですね1つが えー、基礎年金というものですねこちらはですね、えー、年間で60万円から80万円月にすると月額だと5万から6万ということですね5万から6万というとまあ家賃ぐらいにはなるのかなっていう感じですよねであとその他もろもろの生活費っていうのは、まあ、貯金から、えー、年出していくと年出というかまあね賄、まあ、っていくって感じですねはい、えー、あともう一つのモデルですねこちらは えー、厚生年金という形ですねこの厚生年金っていうのは会社の社員でないと加入できないという条件がありますので、えーまあ、会社の社員になる必要があるということなんですね。はい、で、まあ、自分の会社を作ってですね、えー、そこにまあ雇ってもらうっていう形もまあ社員ですからそれでもまあ OK ということですねこれでも,もう OK いいですね、はい、でこちらはですね基礎年金と比べて厚生年金というのは結構額が月額月額というかまあね あの上がってくるわけなんですねこちらは年間で考えると180 200万万からということなんですね、はいえー、これ月額にすると14万から16万、まあ、このくらいになってくると家賃プラスアルファっていう感じですかねであと足りない部分は貯金から、えー、出していくっていうことですね、はい、でこのですね14万から16万っていうのも、まあ、今現在の大体の資産,資産なんで、えー、将来ですね20年後どうなるかっていうと ちょっと、まあえー、変動する可能性というのは大きくあると思うんですが、まあ目安にはなってくるのかなと思います。はい。えー、ということでですね、えー、一旦ここでちょっとね、お話、ここまでということで、ここで一つですね、質問がありまして、何かって言いますと、えーまあなたはですね、あなたは貯金をですね、どのくらいしたことがありますかってことなんですね。今までに貯金。で、またですね、じゃ借金はどのくらいしたことがありますかってことなんですね。 はい、これ何の話かって言いますとこれ両方ともあのお金のスキルの話になってくるわけですねまあ貯金のスキルっていうとなんとなくわかるんですけども借金もそうかっていうことなんですがまあこれ同じなんですよねえーまあなぜならばこの使えるお金を増え増やすっていうかね増えていくって膨らむっていうことがまあ同じっていうことなんですねはいえー、まあ貯金ですよね貯金もですねまあ本当に10万円 ならあるよとかですね。100万円貯めたことあるよとか、えー、ま1億円持ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですね。まあ、こういう方っていうのは、えー、ま貯金のスキルが高いということですよね。はい。で、まあじゃあ借金の方はどうかっていうと、例えばですよ。あのー、ランチとか、まあ、喫茶店に行ってですね、えー、何人かで行って、あ、ちょっとごめん、今日財布忘れちゃって1000円ないんだ。 線貸してくれるっていうことで借りるっていうのも、その借金のスキルじゃないのかなと思うんですね。はい、あとはまあ本当に1億円の借り入れがあるよ。って方なんかもいらっしゃると思うんですね。こちらはこちらでやっぱりその、えー、スキルっていうのがね。高いっていことですね、えー、借金のスキルが高いということが言えると思います。まあ、でもですね。お金を借りたことがないという方もいらっしゃるわけですね。こういう方はですね。えー、まあ、借金のスキルがまあないということになってくるわけなんですよね。 はいまあ、貯金と借金のスキルっていうのはですね、まあ、キャッシュフロー的には同じということで、えー、使えるお金がさっき言ったみたいに増,え増やせる増やすことができるってことなんで、えー、まあ同じかなと思いますね、うん、ではですね明日1,000万作ってきてくれるって言われた時にですね、えー、まあ貯金があればね1,000万下ろしてくればいいんですけどもない場合はどうするかっていうとですね、えー、まあ,あっちこっち行ってですねかき集めてくる必要があるわけなんですよね お金ないですから、今持ってないという状態で考えるとですね。で、そこでセ万作れるっていう方は、あのまあそれだけ信頼残高を積み上げてきてたって今までですね、ことになってくると思うんで、えー、まあそれだけスキルが高いということですよね。信頼も作ってきたということになるわけです。まあこういう方はですね、普段の行動言動、まあ人との付き合い方ですね。 えー、関わり合いでですね信頼残高っていうのをまあ高めてきたと積み上げてきたっていうことですね、えー、まあこういう人っていうのはお金が持ってなかったとしてもですね、えー、必要な時にそういった形で何、えー、て言うかなこう引き出すことができるっていうかね、えー、そういうことができる能力があるとまあ言い換えることができるのかなと思いますまあこれ借金なんであの返さなきゃいけないんですがまあ貸す側としてもですね まあこの人なら貸してもいいなと貸しても帰ってくるなとかですね <coughs> と、まあ、そういうね信頼があるということを証石だと思うんですよねはい逆にですねこういったピンチの時にお金を貸してくれる人がいないとかですね、えー、という方はですね、まあ、今までの人生ですねこれをちょっと大いに反省する必要があるのかなと思われますはい、まあ、そう言わざるを得ないかなと思いますね まあ、なぜならですね借金できない自分とかですね貯金をしてこなかった、えー、自分っていうのがですね、えー、気が付いてしまうわけなんですよねでまあそういったですね両方できないスキルを持っていたってことに気が付く時点がですねピンチの時に気が付いてもですね、まあ、ちょ遅いわけなんですよねピンチの時に、まあ、誰も貸してくれないお金がない状態なんで、えー、そうならないようにですね手遅れにならないように、まあ、今日からですね えー、お金の勉強ですね少しずつしてですねいきたいなと思います。はい、で、次回はですね、えー、人生の三大出費ですね、これについてお話をしていきたいなと思いますので、次回もぜひ、えー、楽しみにお待ちいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、さようなら。